それではですね、始めていきたいと思います。特別セミナーオンラインということで、4月の8日、めぐちゃんてらさんのオンライン会議を始めようを始めていきます。今日はゲストに、めぐちゃん、ことみきめぐみさんを お招きして、明るくはっきり話そうということで、いろいろお話を聞きたいと思っております。はい。ということで、どうでしょう、こんな感じになってますけど一応タイトル作ってみました。はい。ではですね、ちょっと今日は2人で、それぞれオンライン会議のポイントについて、それぞれの知見をね、ちょっと話したいと思いますので、まず前半戦はめぐちゃんの方から、デリバリーなんかのことを中心に、こういうとこ気をつけたらいいよということでお話をいただけたら、でそれちょっと突っ込んだりして、始めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。どうぞ。はい。じゃあ簡単に自己紹介させていただきます。多分初めましての方ばかりだと思うんですけれども、みきめぐみと言います。フリーアナウンサーで、話し方講師で、即興演劇の俳優なんかもしています。はい。で、私ですね、アナウンサーを、ラジオ局を退職した後にですね、一時期6年ほど IT ベンチャーに勤めていたことがありまして、10年ほど前からオンライン会議を日常的にしていた経験があるもので、そんなところから今日はテラさんにお呼びいただきました。ありがとうございます。いや、もう本当ね、普通、例えばアナウンサーの方とかパフォーマーの方はいらっしゃるんですけど、そういう方でかつ実務経験っていうのかな、ビジネスで、それも外資系でね、いろいろこうオンライン会議をやってた方って多分日本に数えるほどしかいないって、誰か数えたことないんですけど、と思うのでぜひですね、そのご経験も踏まえてお聞きしたいっていうのが一番の今日のポイントなんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ早速今日のタイトルにしてくださった、はい、明るくはっきり話そう、はい、もう超シンプルなんですけれども、なんで今さら明るく話そうとかはっきり話そうとか、そんな当たり前じゃんっていうことを言うのかっていうところからですよね。やっぱりオンライン会議だと皆さんね、Zoom とかすごく便利に使われているとは思うんですが、意識しなきゃいけないのは、情報はどうしてもこの画面で限定されてしまうっていうことですね。はい、寺さんすごい動いてますけどここね、ここまでですね、はい、この範囲、はい、この範囲でしか見えないですし、音声でしか届けることができない。対面でお話ししてるときって、私たち思いのほかものすごくたくさんの情報をやり取りしてますよね。見えていないところっていうのももちろんですし、細かい表情とか身振りの雰囲気っていうのもありますし、そうですね、あと何かこう言葉にできないエネルギーみたいなものもあるんじゃないかなと思ってます。あとは目線が合わないですよね、オンライン会議だと。そうなんですよ、これ今ねカメラを見てるの辛いんですね、つい顔見ちゃうじゃないですかここね見ちゃうんですね、これが正面なんです、うん、そうそう、映像を見ちゃうとカメラの方を見てないので目線が合わないんですよね。こういったところでやっぱり情報とかエネルギーとかがぎゅーっと絞られて限られたものになってしまうので、そこを補うために明るくはっきり熱量高くお話しする必要があるわけですよね。はい、で実際に私がオンライン会議いつもやってた時にこんなことがありました。もう一回言ってくださいがとにかく多い。今なんて言ったんですか、聞こえませんでした。これ聞き返す方も聞き返される方もだんだん疲れてきて嫌になってきちゃうんですよね、うん、単純に時間のロスっていうことにもなりますし、イライラしてきて会議が滞ってしまったりします。あともう一つは、誰々さんってちょっと怖くないとか、怒ってるの、やる気あるのみたいなやり取りがありましたね。これも、そうですね、そうそう、直接会うとすごくいい人なんだけれども、オンラインでエネルギーとか情報量が減っちゃってるがゆえに、なんだか怖そう、怒ってそうっていう印象を与えちゃうことがありますね。確かに表情がそのまま固まっちゃうっていうの、本当に画面が固まるときもありますけどなんか固まっちゃって見えちゃいますよね。だから、そうですね、固まってるのか、ただ止まってるのかが分かんないですよね。本当に。確かに、うんうん。本当にこう、動いてないと、
つながってるのかどうかすら分からなかったりしますもんね、うん、でこれは対面でも初めましての方に最初怖そうな印象を与えてしまう方っていらっしゃるじゃないですかで話していくうちに、あ、こんなに親しみやすい人だったんですねって言われるみたいなタイプの方もいらっしゃいますよね、うん、それを狙ってる人もいますけどね、なんだかんだとねアップですかちょっとなんかこう、ところがどっこいみたいなの狙ってる人もいますけどねでもそんなこと狙ってる時間は多分ないですね、オンラインの場合は。そうなんですよね、はい、うん、で、うん、これからってオンラインだけでしか会わない人の人間関係とか、そうだよな、はいはい、あとオンラインで初対面の方と会うっていう機会がどんどん増えていくと思うので、背景とか文脈とかなしに会うわけですから、うん、オンラインでいかに自分の普段の人柄とかキャラクターとか伝えたいことを伝えられるかっていうのがすごく大事になってきますよね。でですね、じゃあどうしたらいいのかっていうことなんですけれども、ちなみに私アナウンサー、ラジオ局のアナウンサーなんですけどね、ラジオも音声だけで全て情報を伝えるじゃないですか、うん、でその時に先輩とか上司からよく言われていたのは、普段話す時の3倍のエネルギーを込めろっていうことは言われていました。おお、はいはいはい、3倍、うん、3倍、うん、ですのでオンライン会議も3倍と思っていたらいいかなというのは思ってます、うん、で、PC に向かってっていうふうに考えると、どうしてもここで完結してしまって小さくなりがちなので、うん、PC の向こうにテラさんがいるとか、うん、今視聴者の方が、あ、19人もいらっしゃる、うん、すごい増えてる増えてる、ありがたい、はい、ありがたいですね、はい、そういうのを意識して、うん、テラさんと視聴者のライブで見てくださってる方19人合わせて20人に向かって私は喋ってるんだっていうふうに今思うと、うん、こう、じゃあちょっとはっきり喋ろうかなとか明るく喋ろうかなっていう気持ちになってくるんですねなるほど、人を意識するっていうのはすごく大切ですよね、うんうん、そうです、なんかカメラのところにこう人形置いとくような人いますもんね。あれは目線、私やってました、うん、あ、やってました、やっぱり、うん、ラジオ局で一人で放送する番組だったので、うん、こういうやつ、ここちょっとこれ嫌ですけど、こういうのこう置いとくみたいな感じですよね。はい、あんちゃんのぬいぐるみ置いといて、それに向かって話しかけてましたね。はい、なるほど。これバカにできなくって、うん、本当に対象があるだけで人に話してる感じになりますよね。いや、多分そうだと思うんです。あの、特に今ね、今やってて初めて分かったんですけど、メグさんのトークが非常に分かりやすいし、ちゃんと伝わってくるので、ついそっち見たくなっちゃうんですよ。これがもう絶対画面をほぼ、こっち、この辺が多分普通に話す目線なんですけど、これこっち見なきゃいけないじゃないですか。これは逆にかなり難しいっていうかね、意識しとかないと難しいですね。うん、そうなんですね。忘れちゃいますよね。でですね、はい、もう少しすぐできそうなことを今日お話ししたいなと思ったんです。はい、お願いします、うん、で特に声の出し方とかこう強調の仕方みたいなところが役に立つポイントが多いかなと思いまして、はい、3つお話しさせていただきます。お願いします、はいはい、で明るくはっきり話そうなので、まず1つ目は明るくするポイントです。明るくするポイントは話してる時の声の低いところと高いところを幅を持たせてはっきり上げ下げすることで明るい印象を与えやすいんですね。例えばおはようございますってセミナーとか会議とかを始めるとします、うん、でおはようございますってアクセント的におはようございますってなりますよね。おからはの時に音が上がるんですけども、ここをなるべく幅を持たせて低い音から高い音に行くようにしてあげる、うん、ちょっと最初に平坦に言ってみますね、はいはい、平坦に言うとおはようございます、こんな感じです。じゃあ幅を持たせて言うとおはようございます、こんな感じです。だいぶ印象違いませんか。違います違います、うん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 、で明るく言おうっていう風に考えてるだけだと、あの実際どうしたらいいか分かりにくい、つかみにくいと思うんですが、音を低いところと高いところをしっかり差をつけてあげるっていうのを意識すると、もうこれだけで明るい人だなって絶対思われると思います。わかりました。で特に暗い方はぜひ今のところ特に注意していただいてそうですね、なんか話し方暗いよねって言われたことがある方は気をつけてみると、はい、いいと思います。やってみましょう。はい
はい、2つ目です。これははっきりのポイントですね。はい、日本語の場合ははっきりした明瞭な発音っていうのは一つ一つの音が離れていることが大事なんです。そうですね。例えば、うん、私はこう思いますっていう文章だったとしますね。はい。はい、この時に私はこう思います。うん。私はこう思いますみたいな人いますね。そういう人ですね。はい。そうそう。はい。私は、しとはがくっついちゃって、私はってなったりとか。はあ、はいはいはい。こう思いますの、こうのうと思いますのおがくっついちゃって、うん、こう思いますってなってたりとかすると、はいはい、聞こえないんですね。なるほど。英語って逆にね、そうつながっちゃって、I've なんとかとかこうなっちゃってますけど、それが日本語でやるとグデグデになるっていう、そういうことでしょうかね。そうなんですよ。あ、で、まあ、簡単な文章だったら聞いてる方が察してくれますので大丈夫なんですけども、固有名詞とか、うん、人の名前とか、そういうものは特に意識して、一音一音独立して聞こえるように、私はこう思いますっていう発音をした方が聞き取りやすいですね。はい、なるほど。気をつけますね。この一つ一つの言葉を切っていく。うん、そうですね。単語レベルでいいんですか？どちらかというと。どういうレベル？そうですね。毎回私はっていうわけにはいかないと思うので、はい、まあ、単語のまとまりぐらいで考えていただくといいと思います。はい、意識するってことでいいですね。はい。わかりました。3つ目がですね、その続きでもあるんですけれども、特に単語の頭と文章の終わりをはっきり言ってほしいんですよ。うんうんうん、で単語の頭っていうのはそうですね、こういう放送でもそうなんですが、今日のテーマはオンライン会議での話し方についてですとか言ったとしますよね、うん、はい、その時に、うん、今日のテーマは、うん、オンライン会議での話し方についてです、うん、っていうふうに文節って言ったらいいんでしょうかね、うんうんうん、助詞までの頭をはっきり言ってあげると聞こえやすくなるんですよ。なるほど、はい、うん、でこれが特に分かりやすいのは数字ですね。例えば、今月の売上目標は3560万円です、うん、とかって言います。数字って1回で聞き取るの結構大変じゃないですか。ですね、はい、はい、聞き返されやすいポイントですよね、うん、この時に桁ごとの頭の音を特にはっきり言ってあげると一発で聞いてもらいやすいんです。ほうほう、ちょっとお願いします。どんな感じでしょう、うん、3560万円であれば、うん、3560万円という感じです、うん、3560万円です。そうです、素晴らしい、さすがです。そうそうそう、はいはい、うん、ほんとちょっとしたことなんですけど、うん、これで結構桁数の大きい複雑な数字でも聞き取ってもらいやすくなりますので、うん、すぐ使っていただけるポイント。これはなんかビジネスでは多分数字を読むこと多いですよね、うん、でね、手元資料があるとしてもそのどこを読んでるかわからないときに数字を読むと対応できますものね。だからそのなんかこう2行目読んでください、ここに書いてある256万円っていうときに256万円みたいに言うとそうです、そうです、あの、分かりやすいですよね。そうですね、すごく大切ですね、うん、今のはすぐ使える感じで、うん、ありがとうございます。あと対面だとホワイトボードがあることがほとんどだと思う。そうなんですよ、ここかけたりするんです。そうそう、その場で書けますけど、はい、オンラインだとね、私も今何もないです、うん、壁に書くわけにもいかず、うん、そうなんですよね。ここで言うちっちゃいやつとかね、なんかいうあると便利ですけどね。いやでもほとんどの場合やっぱり口頭で伝わるということをね、やらなきゃいけなくて、うんうん、あの昔ちょっとだけお話で今思い出したのは、やはりアナウンサーの方が音の言葉って言い方をされてたんですね。やっぱりラジオの方で、はい、どの言葉ってなんだろうって思ったら、はい、やっぱり何が見えなくてもね、例えばこのオンライン会議で仮にこれが全部シャットダウンされちゃったとしても、言葉だけでどう通じるかっていうのはすごく大切だって言ってて、あの多分逆に教えていただきたいこととして今ちょっとだけ今、うん、追加で聞きたいのは、はい、行なんかを読むときって縦とか横とか行とか列があるじゃないですか、はい、あれの読み方とかを間違っちゃうと、うんうんうん、手元に資料がある場合はいいんですけれども、あのなんていうのかな、
二次元のものって言葉は一次元じゃないですか、うん、これをねはっきり説明するのすごい難しいなと思っていて、うん、時々その手元資料との対応が分かんなくなっちゃうとか、なんかちょっと今日の話は違うかもしれないけれども、うん、特にその分かりやすくはっきり間違いなく伝えるっていう意味では大切だなって今の聞いてて思いました。僕なんかそういう間違いとか資料のどこ話してんのみたいのが分かんなくなっちゃったのが結構多いなって思って、今聞いてました。はい、すみません。なるほど、うん、そうか、行とかを説明するときはやっぱり流れを一定にするっていうのは絶対必要ですよね、はい、うん、そうですよね。左から順とかそういうことですか。そうです、うん、左から右へ、うん、上から下へ、うん、大きいものから小さいものへ、うんうん、これが行ったり来たりするとあっという間に分かんなくなっちゃいます。すぐ分かんなくなります。そうですよね、うん、ありがとうございます。なんかね本人が慌ててくるとああ見たくなってもう他の人がどこを指してるのか分かんないみたいなのがよくありがちだったの で, そうです、ね、ありがとうございます、はい、あと最後に、はい、文節の頭の他にもう一つはっきり言ってほしいのが、はい、語尾ですね。文章の最後語尾、はいはい、日本語って例えばこの資料の作成は寺澤さんお願いしますかとか、なんか寺澤さんにお願いしますかとか、はいはいはい、最後のたった一文字で疑問文になったりするじゃないですか。なりますなります、はい、はい、で語尾ってこうエネルギー切れというかシューンってフェードアウトしてっちゃう方がいらっしゃるんですけれども、はい、と肯定文なのか疑問文なのかわからなくなっちゃって全然意味が変わってきちゃうので、最後まではっきり言うっていうのもはっきり系ではポイントかなと思います。わかりました。これはあの自信のなさが現れないようにということですね、はい、そういうことですね、はい、もう言い切る言い切る堂々と言い切る、はい、っていうところがすぐ使えそうなポイントかなと思って今日お話しさせていただきました。ありがとうございました。もう一回、今の3つのポイントをお話しいただいていいですか。はい、3つありましたね。はい、はい、3つありました、はい。1つ目は音の高低差、高いところと低いところの差をしっかりつける。おはようございます。ですね。はい。で、2つ目は一つ一つの音を話す。私はじゃなくて私はと発音する。うん、で3つ目は文節の頭や語尾を特にはっきりと発音する。3560万円です。以上3つでした。はい、じゃあ今日はまずここまで、この後も続きますけど、まず1回どうもありがとうございました、はい、拍手ください。ありがとうございました。